はいどうも皆さん、こんにちは。テクニカルワンストロ森口でございます。今日も日本株速報やっていきましょう。今日から9月相場ですね。9月1日水曜日になっております。で、日経平均株価並びに、まあ日本株全体強いんですけども、まあアフターコロナの注意点とかもあると思いますので、この辺共有していきたいというふうに思っております。本日もよろしくお願いします。で、今日の内容ですけども、今日の振り返りしながら、レーザーテックラクーンフリー、JR 西本。ここはね、公募増資出してきたんですよね。こういうの増えてくるだろうなこういうのあるかもなっていうところだけ、ちょっと確認させてください。で、今後の市の売買戦略ね、結構やっぱしっかりと見ておかなければいけ ないかなえこういったところにぐーっと上がってきたところで短期的な調整とかも入りますんで、どの辺が目安になるのかっていうのをね、釣り合わせしていきましょう。よろしくお願いします。では早速、今日の振り返りやっていきます。はい、今日の日本株ですけども、日経平均株価が1.29%、えー、トピックス1.02%、マザーズ0.07%、3指数揃って上昇ということになっております。値上がり銘柄数が196銘柄ということで、非常に多くの銘柄が上がっているということが言えます。上がってる銘柄で言うと、ファーストリテイ トレーデングが2日連続でね強度トップですね。ここが上がるとやっぱりね日経平均株価の上昇率はすごく高まってきますよね。あとはまあ、M3 ファナックテルモンやばまでやっぱ苦戦したところなんかは結構ね買われてたりはするんじゃないかなという風に思います。ただこうなってくるとちょっと気になってくるのが倒落レシオでございます。ちょっと見ておきましょう。はい、えー、ここ数日間ですね倒落レシオまあこのね値下り銘柄数がすごく多かったということで見てみるとですね25日の倒落レシオは100を切ってますのでそこまで過熱感はないかなというところですね。 ただ直近6日間とか10日間っていうのはやっぱり結構ね、値上がり銘柄数が多かったんだろうなということは想像つくかと思いますので、一応ね、今後またちょっと注視しながら見ていきたいというふうに思っております。では今日の業種別見てみましょうか。はい。今日は多くの業種が上がっているんですが、逆に下がっているところで見ると海運がまあ一旦調整入ってます。鉄鋼も調整良かったんですが、一旦調整が入り、陸運なんかもね、調整が入っていますが、それ以外は全て上昇ということで非常に幅広く買われております。売買代金見ておきましょう。売買代金で見ると、レーザーテックが1位ですね。 で郵船なんかも買われてますけども下落。ソフトバンクグループは続伸ですが5幅。商船三井もまあ、こんな感じで下がってるということですね。であとはまあやっぱり、えー、弱い株ほど上がっていて逆に強かったものが調整入ってるっていう感じかなというふうには思います。でこのレーザーテックなんかは結構上下に動いていたのでこの後ちょっと5分足チャート見ていきたいと思っています。マザーズ見ていきましょう。マザーズの中だと AI インサイドがね売買、えー、代金トップですね。今デジタル超関連がまた物色され始めてるっていうのがね、まあ、今更らっていう感じします。 ますけどね、えー、ですし、あとメガネのところで言うとやっぱグローバルウェイですかね、まあ、この辺は連日お伝えしてますけども、今日もストップだがしてると、ちょっと信じられないですけどね、ここまで来るとただのマネーゲームだと思っています。で、スララネットが今回大きく下げてますね、やっぱりまあ短期的に上げすぎるとこういった調整はいつでも入る可能性はありますから、あまりジャンピングキャッチしないように気をつけていきましょうね。今日見ていきます はい。えー、今日はトップがアンジェス、ナノキャリア、GNI ということですが、そんなに大きくは上がってはいないかな。まあ、ほぼ小幅にね、えー、横ばいっという感じですね。逆に気になるのはフリーが5.16%も下がっているっていうことなんですよね。ちょっとこれ、この後見ていきたいというふうに思っております。では、早速、個別銘から見ていきましょう。はい。えー、レーザーテックですね。今日は1.12%の下落ということになってます。で、今日はね、24000円を挟んで、高いところだと24,980円までいきましたが、終わりには23,800円。安い そこで23、440円ということで、日中値幅が1500円程度ですか？まあ、結構ありましたね。5分足見てみましょうか。5分足で見てみるとはい、こんな感じですね。今日の分にちょっと集約してみますね。はい、この辺から。始まって で、ぐーっと上げる。で、そこから急落が起こって、えー、5番に1回安値をつけてからもう一度、うん、切り返して、でもまあ二4四千結局割れて終わるということですね。結構大きく動いておりましたよということで、ツイッター見てるとこれで売買したっていう人がすごく多かったので、なんかちょっと1回見てみたいなと思って、やっぱ上下に触れてるなという感じです。で、冷やしチャットにもう一回戻しますと、このロウソク足自体はですね、あんまり気持ちのいいロウソク足ではないですね。売買代金がとってもでき、上にも下にも上下にこう触れた状態で、えー、陰性になって、 てしまうということですね。まあ、本当は十字線とかだと転換したなって感じがしますけどもまあ、陰線、うん、陰線の方が良くはないっちゃ良くはないんですけどね。ちょっと心配な。ローソク足であるということはちょっと抑えておいてください。で、やっぱりまあ、一旦上に試して下に行ってしまった。た で、陰線で終わってしまった。節目24,000円割ってしまった。そして、えー、この高値のね、23,930円とかも、この辺もやっぱ割り込んで終わってるので、まあ一旦5日線あたりまでの調整なんかも入って、で、そこで割り込むようだってたら25日線とか、えー、っていうことがまた出てきてしまうので、まあ非常にこの24,000円前後ぐらいをね、こういう横横でこう揉み合ってくれればいいなというふうには見ております。 では続いて楽運、はいえー、ですね。楽運がですね今日ストップ安してるんですね。22.08%下がっております。楽運といえば、はい、電子商取引サイト運営、メーカーと小売店を仲介、決済代行ということで、これね結構あのー、コロナ銘柄としてね、えー、上がった銘柄の一つなんですよね。最近は株価低迷していましたが、チャート的には、えー、今年の4月までは上昇していて、そこから低迷していたという感じです。その前を見てみると、はいこんな感じですね。コロナ300円ですから、ここ天ガーなんですよね。えー、テンバガー銘柄が下がってきて というところでまぁ、あ、そろそろ買い時なんじゃないかななんていうふうに思っていましたがまあ手を出さずしてよかったなという感じです、えー、ストップ安張り付き1765円ということですけどもどんな決算だったかというとですねこれですね、えー、ラクマホールディングスが8月31日の引け後に発表したものが、えー、23.1%減の2.5億円に減りましたよということですねこれが経常利益ですで進捗率も低かったということで、えー、この辺が今嫌気されたということですねまあ、たは売上はしっかりとキープしていますし今、まあ、24% 確かに大きいですけども、まあ、利益は減ってしまった進捗率も低かったというところで、まあ、なんか事情があるんじゃないかなって気はするんですけどね、えー、それに対してトップ安っていう評価はね結構すごいんじゃないかなと思うんで。 あの逆にこれはちょっと調べる価値があるかもしれないなと僕はこういうのは結構思ってしまったりはしますので決算分析、興味ある方はぜひ楽園のね、決算分析してみると面白いかもしれません。はい、フリーですね、フリーがですねこれが5.16%の下落ということで、こうはキー度下位1位でしたね、になっています。で、この動き方なんですけども、7370円からですね、9000円に向かって上がり、下がって8000円でもう一度切り返して、また9000円まで上がり、そしてまたこれが下落してきているということですね、になっています。 なんで、まあ、9000円であるとかあとこの青い線は75日線なんですけどもこの辺がかなり意識されていそうな展開であるということは言えると思います9000円を超えてくるか8000円を割り込んでしまうかによって今後の運命が変わりますしそしてフリーという銘柄がマザーズ指数にとってはかなりウエイトが大きい銘柄ですからここはぜひ押さえておいていただいた方がいいのではないかなということになっております、まあ、長期で見ると、ね、やっぱりまだまだ下降トレンドというかすべての移動平均線の下にいます。こここが大体円どころにやっぱ集約してますので 長期目線ででかなり抵抗があるってことは事実だと思うんですねで逆に言えば9100円から200円前後のこの壁さえを超えてくれれば全ての移動平均線の上に出てきますし、まあ、その先には1万円の壁この辺を超えてくるとまあいいかなと思いますので、まあ、狙い目としてはやっぱり9000円どころからまあ買いを検討するとかあとは逆に8000円どころでしっかりと固まってくれるんだったら買いを検討しでこの移動平均線に対してのチャレンジを見てで、まあ、超えられないようだったら売り出し超えられれば その、ホールドになっていて、で、1万円を超えてくるようだったら、ホールドだし、1万円を超えられないような展開だったら、まあ、い売ってもいいのかな、なんていう風な展開が考えられるかなと思います。まあ、フリーなんかはね、比較的流動性高くはないんだけどね、まあ、でも売バ買イバイしやすい方かなと思うので、ぜひ検討してみてください。では、最後に、はい、JR 西日本なんですね、JR 西日本がですね、マイナス5円、0.08%のマイナスということなんですけども、今日ではないんです。今日の引け後にですね、公募増資を発表しているようなんですね。で、2800 億円分だったかな、えー、というところになってます。で、えー、公募増資自体はちょっとニュース見てみようかな。はい、えー、このような形です。新株式発行の株式売り出しに関するお知らせということで、えー、公募増資というのが、まあ、新しく株を発行しまして、でその発行に対してお金を,を調達することによって、えー、これでまあなんとかそのお金を使ってねいろいろやっていきますよという行為ですで。新しく株を発行することによって何が起こるかというと、一株益の帰属化というものがあります。帰、え、属、ー、化が起こることによって何があるかという。 1株益が下がっちゃうということは割高になっちゃうということになるので割高になった分だけ株価が下がりやすいというのが一般的な見方になっています今、ね、ちょっとコマンドで調べたんですが規約化情報該当事項はありませんと書いてありますねなんでこの辺どれぐらいになるのかちょっと見ておかなければいけませんけども実際にその下落率というのはぜひ見ておいてください。 であともう一つ、公募増資をやっていく上では、何をしなきゃいけないかっていうと、これですね、資金調達の目的をちょっと押さえておかなければいけないかなと思います。これですかね。当社グループは2期連続で大幅な損失を計上する見込みとなっているよまあ、苦しいってことですね。 はい、でそこで見ていただきたいのは、これ、株単なんですけども、株単の財務のね、この自己資本比率の推移なんかを見ていくと、まあ、ヒントがあるかもしれないなと思いました。アフターコロナ株で、このようにはまあ赤字がずっと続いているということですね、これ、四半期ごとの数字ですけども、まあ、赤字がずっと続き続けていれば、当然、財務が悪化してくる、財務が悪化してくれば、お金が足りなくなる懸念が出てくる、懸念が出る前に、えー、公募増資を打っておくということはね、すごく重要だと思います。財務が悪化している、赤字が続いてるっていう会社は、このように公募増資で株が下がりやすいっていうね、 可能性もあるので安易にアフターコロナ株だから、うん、買っていいということはあんまないと思います。で逆にこの公母増進によって改善されていくその下落の局面というのがポイントになってくる可能性もあると思うのでそこを見極めていくということが、ね、すごく重要になってくるかと思います。まあ、簡単ではないですが公母増進のリスクであるとかその後の展開を考えるというのはぜひやってみていただきたいところかなと思います。では指数を見ていきましょう。はいここれででですすすね日日経平均株価けども冷やしチャートで出しし出ててててまま線がボンボンンと2 200続ききの高値を超えてきたそして200日 平均線を超えてきたこれはとっても強いところですととっても強いところなんでさらなる上昇を期待したいところではありますが当、まあ、落レシオとかはまだね過熱感がないので引き続き上昇してももちろんおかしくはないですけども、まあ、短期的にここまで上がってきたというところを考えると一旦ねどっかで跳ね返されてもおかしくはないということです、えー、大事なことは主要な移動平均線を割り込まないことだと思いますので今日超えた200日移動平均線がキープできるかどうか注目をしてみてください一方でこの赤い線を超えてくるかどうかも注目をしていただきたいんですけども、まあ、おそらく想像ですけど 旦はこのはこのところで一旦レジスタンスを受けて横横横横横横横になりつつ200日時同期線をキープしながら超えるか超えないか一旦割り込みながらもなんかこうぐっと上がっていくでそこからは今後またサポートになってまた上がっていくでいう感じにはなるんではないかなと思いますまただ10月11月ぐらいにはねまた人は波乱あるかもしれないのでそこまでは横ばい圏ぐらいに想像していくのがいいんじゃないかななんていうに思ってますトピックス見てみましょう はい。トピックスはこんな感じですね。三角持ち合いを超えてきました。超えてきましたので、日経平均同様にですね、主要なところがちゃんとキープできるかどうか注目をしていただければなというふうに思います。まあ、この三角持ち合いの加減、ここがま,また、えー、こういうサポートになって上がっていくとかね。でそこから改めて、まあ、一旦調整が入った後に改めて高値を超えていくかどうかっていうところが最大のポイントだと思いますので、今から買うというよりは、下がってきた後の高値更新があるかどうか、ここに注目をしていただきたいなというふうに思っています。はい。で最後、まずはずですね、 ももも同様ななんんでででですけどもここままとんでもない,勢いで上げてきましたで今日もなんとか要線を保ち、プラス圏を維持できたというところではあるんですが、やはり加熱感が出てきているというところですから、ここここで結んだね、これ、加工トレンドラインですけどもえ、ここがレジスタンスになる可能性であるとか、前回200日移動平均線がレジスタンスになってますから、ここがレジスタンスになる可能性であるとか、えこういったところはねぜひ押さえておいていただいた上で、まあ、そこで一旦跳ね返されてもですね、また下落が続くというよりは、次のこの安値を終わらずに高値を超えていくっていう段階を確認すること ととても重要だと思いますそこまでくればかなり安心して買える銘柄が増えてくるかと思いますし売買代金も増えてくると思います実際流動性も増え続けていますのでこの辺は、ね、もう年末にかけて期待してもいいような地合いが徐々に徐々にですけども整ってきてるんではないかなというふうには想像できます外国人のお金も入ってきてる可能性もありますのでぜひ期待しながら楽観しすぎず悲観しすぎずまあフラットにねマーケットを見ながらちゃんとテクニカルのサインを抑えつつ見ていきたいと思いますので毎日一緒に 一緒に分析をししししていいいきままょううよろしくお願いしますということこで今日もも個個だだけお知らせを入れさせてください、はいいは、えー、別銘柄男とも分析すするマガジン配信中でございます今週分はね、バルミューダ、まあ、最新記事バルミューダなんですけども、えー、カレー企画ありということで、これ金曜日まで募集してますんで、よかったら覗いてみてください。月額1000円初月無料です。で、今週分ですけども、日置電機という会社を分析したいなというふうに思っております。アンケート取って、どんな銘柄がいいですか、どんな文明柄分析してほしいですかってアンケート取ったらですね、見事に誰とも、誰も、誰もかぶることなくて、えー、なんかこう傾向とか 全くなかったんでちょっと困っちゃったんですけども、日置電機は僕も注目していた銘柄の一つだったので、この際なんでね、一回にガッと分析してみたいなと思います。決して簡単な銘柄ではないんですけども、頭フル回転させてやっていきたいと思いますので、ぜひ一緒に分析を考えていきましょう。さらに、ツイッターやボイシーなんかもやってますんで、よかったらぜひフォローしていただけるととっても嬉しいです。ボイシーなんかは毎朝10分程度の番組、音声番組配信してますので、ぜひこちらもぜひ覗いてみてください。では今日はこんな感じで終わっていきましょう。今日の中でも何か参考になれば、グッドボタンの方、また明日以降もね、こんな感じで毎日分析を続けていきたいと思いますので、 明日も聞いていただける方ぜひチャンネル登録お待ちしてますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさよなら